与野市は埼玉県南部に存在した市。通勤率は東京都特別区部へ35.3%、浦和市へ13.4%、大宮市へ9.1%。市政施行前は北足立郡に属した。2001年5月1日に浦和市、大宮市と新設合併を行い、埼玉市が誕生したことにより消滅した。 2003年4月1日、埼玉市の政令指定都市への移行にあたり、旧与野市域は埼玉市中央区となった。埼玉県の南東部に位置した市域は現在の埼玉市中央区の区域にほぼ一致する。ただし、埼玉市の政令指定都市移行にあたって、行政区を設定する過程で、旧与野市、浦和市、大宮市の3市にまたがっていた。 埼玉新都新都地区各整理事業区域西側地区を一体的に中央区に編入することとなった経緯から旧与の地域は現在の中央区の8.39平方キロメートルよりもわずかに狭い8.29平方キロメートルであった2001年4月1日の人口は83,620人であった中央区になった後も全増し2005年には9万人を こえ、2018年に10万人を突破した。世野の,の地名は、鎌倉時代末の1314年に成立した、有数年仏縁・ゲ巻の紹介記念の段に、武蔵国世野号とあるのが初見とされる。旧世野地域の中心部は、町村制志向以前からの世野町であり、通称世野本町と呼ばれる。この地区は古くは、鎌倉街道の上道と中道とを結ぶ。 羽ね総道場に位置し、室町時代から、市場の町として栄えた。江戸時代には、甲州街道費、野宿と中仙道、欧州街道とを結ぶ秋洋館の、人抜木立場として、また中仙道浦和宿と川越を結ぶ、川越浦和道の経由地として、江戸や周辺地域からの商品物資集散地としての、機能を有していた。幕末期の文化、文政期与野宿は、 大宮塾、浦和塾よりもや数が多かったとされており、また1887年作成と推定される、記録でも、浦和町の人口3524人、大宮町の人口2860人に対し、世野町の人口は3877人であり、これら2町を上回る人口を有していた。近代初期には、世野塾は、 近隣の浦和塾や大宮塾を超える繁栄を見せ、当時の大宮の住人は、大きな買い物は、世のでするなどと言われた時代もある。しかし後に、県庁所在地、文京都市として発展した浦和町や、鉄道の結節点として発展した大宮町が、周囲の町村を合併しつつ拡大する一方で、 旧世野は漁師に挟まれつつ、長らく単一の自治体として、独立を保ったものの、旧浦和や旧大宮よりも、面積や、人口や、経済力などで劣っていたため、どうしても、旧世野は、旧浦和や旧大宮よりも知名度という観点で、有名ではなかった。それゆえ、旧世野市に所在しながら、浦和や大宮という地名を称していた期間は、 民間企業だけではなく、観光庁も含め存在していた。具体的には、浦和西警察署は、旧浦和市ではなく旧与野市にあり、旧大宮赤十字病院は、旧大宮市ではなく旧与野市にあった。また、京浜東北線の与野駅は、旧与野市ではなく、旧浦和市にあった。そのような背景もあって、埼玉市発足前の与野市役所庁舎壁面には、 最強線の車窓から見えるように向けられた。ここは、ヨのシですという大きな看板が掲げられていた。ありがとうございます。